おはようございます。アリペイです。はい、本日の企画なんですけども、久しぶりの動画ですが、本日の動画は、演奏家の一週間に密着してみたーい。イエーイ。はい、密着1日目はこの人も一緒です。おはよう。密着1日目は水野くんと一緒です。本日は名古屋芸術大学ウィンドシンフォニーの第3回定期演奏会の本番ですね。場所は芸術文化センターで行われます。コンサートホールです。はい、それでは1週間に密着ということなので、やば、俺パスどっか置いてきちゃったかも。もう取ってくれば、やば、取ってくるわ。はい、演奏家の1週間って多分なかなか想像できないと思うので、よかったらこんなことやってるんだっていうのを見ていただければ嬉しいです。それでは現地に到着したらまた回したいと思います。はい、現地に着いて今ゲネプロが始まりました。今回他にも乗ってる小池さんと松山さんです。はい、こんな感じで本番が終わった時まで時飛ばし。あ、ソリストです。今回の意気込みは、頑張ります、お願いします。はい、こんな感じで本番の前は過ごしてます。皆さん、では本番が終わるところまで。はい、初日の本番が終わりました。本日のトランペットのメンバーたちです。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。ではまた明日。おはようございます。密着2日目です。現場に到着しました。9時からしか会館が開かないので、今はちょっと待っている状態なんですけど、本日は昨日は本番が終わってから数人で食事に行って、なんと滞在を犯してしまいました。こちら顔パンパンで、1時ぐらいに家に着いて朝準備して今です。それでは会場が開くのを待ちたいと思います。ゲネが終わりました。今日は水木ちゃんと一緒でキンゴです。ゼリーまである。すごい、最高、最高、ゼリー最高、ゼリーです。こちらの方もこれからありますので、本日のメンバーはこういうメンバーです。金管五重奏プラス打楽器。今日2回本番なので、1回目が終わったらまた回します。バイバイ。はい、前半が終わりました。終わりました。お弁当食べます。用意してくれてありがとうございます。おいしそう。いただきます。一発ブンお願いします。一発ブン、はい、マイクテストしてます。お疲れ様でした。はい、これで本日の公演は終了です。で、今の時間が、はい、ただいまの時刻は3時。これで本日の業務はおしまいです。はい、それではまた明日、バイバイ。あんまり一生懸命それカットされるからな。いや、そんなことないですよ。じゃあ、今日のハイライト。ハッピーターンはうまい。おはようございます、アリペイです。本日は密着3日目なんですけど、今のただいまの時間はもうお昼を過ぎておりまして、今日は午前中から学校へレッスンへ行ってきて、移動して明日の本番、明日のリハーサルが今日稲部市、三重県稲部市の方であるので、そちらに向かいたいと思います。結構な移動距離ですよ。今12月なんですけど、12月は演奏会が多いのでバタバタしてます。今からはちょっとリハーサルの時間までは譜読みをしたいと思います。それではまたリハーサルの前に回します。バイバイ。はい、リハ現場に着きました。今日もこの人たちです。はい、じゃあリハからリハ頑張ります。はい、ただいまの時刻19時5分。本日の練習が終わりました。それでは今から稲部から帰ります。
残ってるお弁当こんな感じでした。今日のお弁当は。それではご飯食べます。おはようございます。密着5日目です。でもうほぼ毎日一緒にいる、うん、おまみさんと今日はキンゴです。はいはい、今からリハーサル始めます。朝6時半に起きてここにいます。はい、それでは、はい、リハーサルが終わりました。はい、博士井上さんです。井上さんとおまみさんと船橋と博士です。はい、この後レッスンに行きます。レッスンに来ています。今日は9時までやって帰る予定です。合わせが終わった後、女子メンバーで3人でご飯行って移動してって感じです。そして今は合間なんですけど、明日の本番のちょっと今日音を間違えしてしまったところの練習をしようと思っていたんですが、 iPad をなんと車に置いてきてしまったという最悪なことをしてしまったので、今から携帯で練習します。今日撮った音源を聞きながら練習したいと思ってます。プロは大丈夫。はい、こんな感じで不安なところを確認しておきます。私はこんな感じで1週間自分で自分にこう密着してるんですけど、この動画はちゃんと動画として成立してるのかちょっと不安になってきました。あ、そうそう、昨日はちなみにあの後本番が終わってユーフォニアムのあゆみ先輩と一緒に帰りに花火で混ぜそばを食べて帰りました。本番終わってから帰って今日の朝9時からリハーサル入ってたので、ちょっと譜読みとか準備してお風呂入って寝た感じです。今週でこの密着中の1週間は結構朝が早い日が多かったのであれですけど、基本的にこんなに朝早くないです。はい、そんな感じで次の方が来たので切ります。これからお家に帰りたいと思います。明日も朝9時から9時に集合なので早く帰って寝ます。それでは明日。おはようございます、アリペイです。密着5日目 ?6 日目です。今日は金柑五重奏の芸術鑑賞会みたいなのを2回公演、午前と午後でやるんですけど、それの午前の会場にの近くで今待機してます。で、入ってからあんまり音出しをする時間がないので、ちょっと車の中で音出しを今からしようと思います。それでは会場に着いたらもう一回回します。はい、現場に到着しました。本番が終わりました。今からご飯食べます。あ、ちょっと待ってください。お弁当食べます。本番2回目です。頑張ります。はい、本番が2回終わりました。お疲れ様でした。お疲れ様です。おはようございます、アリペイです。はい、本日密着最終日、本日の業務はもう終了しました。イエーイ。というのも、今日は午前中からレッスンがあって、もうレッスン行ってきて今全て終わってから動画を回しております。1週間いかがでしたでしょうか。今日はもう本当に午前中だけレッスンして、もう今あとは明日のリハーサルの練習をするだけです。はい、今週1週間は毎日何かがあって休みがなかったんですけど、こんな忙しい1週間ばっかりではなくって、めちゃめちゃ暇な1週間もたくさんあるので、こういったことを演奏家はやってます。リハーサル行って、リハーサルから帰ってきて練習して、次の日の
そして次の日本番とか、そんな感じで私たち演奏家は仕事してます。今回の動画楽しかったのでしょうか。もし今回の動画が良かったよっていう方はぜひチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。